天神橋筋商店街天神橋筋商店街は奈良県大和高田市本郷町から内本町にかけての天神橋筋にある東西約280メートルのアーケード商店街サザンカストリートの愛称が付けられている JR 高田駅西口から南へ徒歩で約2分のところに商店街の東入り口がある旧高田川にかかっていた天神橋に由来するが 1932年から1954年にかけての旧高田川の付け替えと埋め立てによって川は奈良県道5号に整備され橋もなくなり横断歩道脇に欄干が残るのみとなっている。旧高田川を境に天神橋筋商店街と天神橋西商店街と名称が変わっている。天神橋筋商店街の東端を南に折れると本郷通り商店街へ 天神橋西商店街の西端を南に折れると、本町通り商店街へと続いている。周辺地図周辺地図昭和6年、天神橋高田川付け替え工事の年表、中央道路と、旧高田川昭和42年、天神橋筋商店街。ありがとうございます。